はい、どうぞ、こちらは藤田バックヤードです。あ、見てください、見てください、今日丸沼に来ました。多分今シーズンシーズン最後っていうぐらいの、まあ春の丸沼ですね。気持ちいい時ですね。はい、こんな時にまた一本新しいボードを紹介したいと思うんですけど、まあ、見てください。シーズンです。新しいブランドです。シーズンっていうブランドなんですけど、これ新しく立ち上がるブランドなんですけど、皆さんも覚えてると思うんですけど、ナイトロにブライアン・オースティンってあったじゃないですか。覚えてます？いろんなバンカーとかあったじゃないですか、あのシリーズが。それでオースティンって言ったじゃないですか、オースティン・スミス。彼がナイトロを抜けて新しく立ち上げたのがこのシーズンっていうブランドなんです。それでナイトロを抜けたオースティンがスキーヤーのエリック・ポラードっていう人と一緒に組んで、アメリカのオレゴンで始まったっていうブランドなんですけど、いわゆる彼らのコンセプトとして、ただカービング切って滑るのだけはつまんない、それでただ、ね、そのパウダーだけもすごいつまんない、カービングを切りながらやっぱ 3D に飛んだり跳ねたりして遊べるっていうコンセプトで出たのがこのシーズン。見てください、この超シンプルな感じ。ソールはこういう感じです。カメラを見ながらだとこれ全く一緒のモデルに見えると思うんですけど、実は2機種あって、実際には3機種なんですけど、今日紹介したのはこの2機種ですね。でこっちがネクサスっていうモデルです。簡単に言うとちょっと若干フレックスが柔らかくて浮力が強くて若干太いものです。でこっちがエアロって言って、ちょっとビンビンってくる感じで、張りもあってカービングも切りやすくてオーリーも跳ねるんです。特徴的なのが両方ともディレクショナルツインってメーカーが言ってるんですけど、若干のテーパーが入ってます。だから本当にカービングを切りながら地形を使って 3D でパコーンと跳ねて、僕ぐらいのこの世代だとちょっとカービング多いなっていう人がいると思うし、もうちょっと若い20代ぐらいだと、もうこれパークでバターやって、例えばグラトリやってっていう、その中間世代ですね、その間の世代、もう俺たちパークもやったし飛んだし跳ねたし、もうバーもどこでも滑ったっていう世代にはドンピシャのこのボードなんですよ。で今日試してみたいんですけど、まあ、芯材としては真ん中にポプラが入ってて、両サイドにポロニア霧が入ってるんですね。だから持った時に一番初め持った感じめちゃくちゃ軽いんですよ。でソールオールブラックです。もう見てください、どこにもこの入ってなくて、ここにブラックでシーズンって入ってるんですよ。これ結構メーカーとしてはやっぱりそれなりのこの自信だと思うんですね。とりあえずこれをちょっと今日試してみたいと思うんで、皆さんチェックしてみてください。はい、1本行ってきてみたんですけど、あのね、これ持ってみてもすごい軽いんですよ。で軽いんですけど、乗ってターンをして始めた瞬間がまあすごい軽いんですよ。めちゃくちゃ軽いんです。だからじゃあこのねシーズンの特徴何って言って、多分一番初めに言う一言がめちゃくちゃ軽いよって感じなんです。これもこの質量的な重さっていうよりか、この操作性の軽さっていうのをすごく感じて、乗った時のこのノーズの振りがねすごく楽に振れます。それであとやっぱキャンバーじゃないですか。だからキャンバーだから飛ばしてもやっぱ安定性があるっていうのはすごく良くて、ディレクショナルノーズが安心感を与える感じです。でちょっと次は板を変えてもう一回行ってきます。乗ってみたんですけど、初め乗った方がネクサスで、次に乗ったのがエアロ。初めの方がどっちかというと柔らかくてちょっと太い、次に乗ったのがエアロでちょっと硬くてちょっと太い。僕的にはこのエアロの方がやっぱり安定性があって楽しかったです。でみんな乗っててやっぱりね、ネクサスの方がちょっと遊べて面白いっていうのがあるし、でもね相対的に言うとね、すごくシンプルでおそらく返ってくるし、乗れば乗り込むほど楽しいし、やっぱりキャンバーじゃないですか。キャンバーだから踏んでるところのこの足のパンパン感がね、これはこれでまた気持ちいいね。この春のサバ雪で足バタつくよ、でもここで抑える、バタつく抑えるだけポンと蹴れてみてください。やっぱそれがやっぱ面白くて、どこにも売ってるようなボードじゃないって感じがすごくしますね。シーズン、来シーズンから始まるシーズンね、ぜひともチェックしてください。よろしくお願いします。